なんか、ベンダーとのやりとりとかないの？ベンダーさんとのやりとりは、そうですね。うちが完全にほぼほぼ内製でやってたので、あまりなかったんですけど、ベンダーと一緒にやってる部署も当然あります。なるほどね。はい。なるほど。もうあれなんだね。まあ、IT の会社だから、システムの会社だから、結構内製でやっちゃうんだね。そうですね。やっぱり内製でやると、もちろん外注だったり、ベンダーさんで使うと、共通の企画だってすごく便利なんですけど、自分たちの仕事にマッチしたものが作れるかっていうと、うまく回っていかない場合があって、なそるれをほ考ど。えると、内製で作った方が便利だったりするよねっていうのもあって、私がそのいた時代は内製でやってることが多かったです。なるはい。ほどね。じゃあもうあはい。れだね。本当にあの会社の情報システム部門、いろんな会社に情報システム部門ってあるけど、実際そのプログラミングしたりシステム作ったりするのを、まあ、例えば富士通がやってたりとか、外注先のそのベンダーさんがやってたりすることが多いけど、はい。もう、大社の場合はもう完全にその辺も含めてガチで SE なんだね。ガチでやってました、プログラミングと、全部まとめて。そうなんはい。だね。いい経験積ませてもらったと思ってます。そうだね。はもうい。勉強して、なんだろう、わかること、できることを増やしていかないと、やれない仕事だもんね。そうですね、やっぱり、どうしても、どん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 、新しいものって生まれてくので、で、当然、私たちの場合、PC で、インターネットブラウザ、インターネットエクスプローラー、今で言うとエッジですけど、とかで動いてるものが多かったので、エッジが新しくなるたびに、当然不具合とかも出てくるわけで、そうするとそこを改善するために原因を調査して、改定していかないといけないっていう部分が多かったので、本当に勉強することはすごくたくさんありました。あったね。はい。だその自分たちが作ってるシステムを作るための知識だけじゃなくて、その関わってくる、今言ったみたいに、例えば、まあ、もうエッジが出てきたら、ちょっとクロームの時とはちょっとなんか違うとかね、こういう不具合が出ちゃうからとかって、じゃあエッジのことちゃんと調べないと、それどうしたらいいかわからないねとか、周辺のことすごい勉強していかないとできないよね。そうですね。そういう意味で言うと、社内性結構情報収集すごく必要だし、コミュニケーション能力とかも問われると思います。そうだよね。はい。コミュニケーション能力っていうのはさっき言ったみたいに、まあ、ユーザーさんとね、話をしていって、まあ、ニーズ聞いていったり、まあ、なんだろうね、こう、本質的な課題とちょっとずれたところで言ってくるようなこともあるだろうから、こうしたいっていうのをただ聞いて、そうしたら解決するってわけでも多分なくて、そうしっですかりね。話していくと、なんか、本当の課題ここですね、みたいなのが見つかったりとか多分するよね。します。やっぱりこの機能が動かないだったりとか、この機能がうまく動かないっていう聞いてたときに、考えられるパターンっていっぱいあるんですよ。今言ったブラウザがちょっと問題があったりとか、新しくなっちゃってうまく動かないよとか、あとはその人の操作方法が間違ってるっていう場合もたまにあっそうただりしね。て、意外に多いよね。だから昔アキネーターって流行ったと思うんですけど、その特徴をどんどん言って答えていくと、この人ですかって当ててくれるみたいな。あれと同じで。じゃあ、例えば、これって、これを操作するときどうなりますかっていうのを詳しく聞いていったり、あとは、動かないって一口に言うと動かないでわかるんですけど、どう動かない、どこまでは操作ができますかっていうのをすごく詳しく聞いていかないと、たまに本当にどこが、おかしかったのかとか、どこがその問題だったのかっていうところが出て、うまく動かなかったり、解決まで導けなかったりするので、だよね。掘り下げる力がとにかく必要だと思います。そうだよね。たくさん質は問い。して掘っていくってことをしないと、ただそう言われそうたそうことをそう。気にしてやってたらできないよね。そう。本当に聞いたままで、はいはいはいって流していっちゃうと、解決しなくて数ヶ月後また戻ってきちゃったりってことがやっぱりあるので。そうだね。その中ではあれだよね。なんだろうね。それでこう、すごく、問題が解決して感謝されてありがとう言われることもあるだろうけど、いっぱいあります。いっぱいあるよね。それでありこう、やります。がいがある部分もあるけど、ムカつくやつもいるよね。なんかもう、ちゃんと掘り下げていろいろ聞かなきゃわかんないのに、いいからうるせえやれよ、みたいな。います。申しいる訳よないけど、ね。います。いっぱいいます。いっぱいいます。いっぶっぱ飛いいばるしよてやろうかとね。思うくらい。蹴っ飛ばしてやろうかと思うよね。思います。その時は本当に思うんですけど。そういう、こう、なんだろう、やりにくさとか、腹立つことも、まあ、一方でありつつ、まあ、っていう仕事だよね。そうですね。そう。まさに言ってもらった通りで、
たまにその詳しく聞かないと解決できないから教えてほしいっていうのを言っても、そんな時間ないし、いいからやれっそうだてよ。いうのを言われたそうりっだていうのはして、よ。けどやっぱりどうしてもすごい歯がゆい気持ちにはなりますね。なるよね。すっごいなります。忙しいのにそんなの説明してられるかとかって、こっちだって忙しいわってなるよね。でも、説明聞かないと解決できないんだから、説明ね、する時間ないけど解決しろとか言われても、もう物理的にできねえわみたいな話になるしね。前病院に行ってお腹が痛いしか言わないのか、すごい思いまそうだよす。ね。確かにね。問診ちゃんとこう返事しろよっていうね。もちそれと、だから、本当にそれと同じだから、ちゃんと話をしてほしいんだけどっていうのを言って、それで聞いてくれる人もいますし、それでもダメで、じゃあもうできることないですってなる場合もあるし。やっぱコミュニケーション能力が必要だってさっき言ってたけど、その今言ったようなそういうユーザーさんとの話以外にも他にもあるかな、相手が変わってそういうことって。